はじめましての方は、はじめまして、そうない方は、こんにちは、こたつです。バニッシュド、やっていきたいと思います。今回で3回目のやり直しでございます。では、早速こちらのマップシードと前回と同じ条件、難易度を優しいのにしよっかなと思ったんですが、そこでやっぱ私は折れるわけにいきませんので、この状態でいきたいと思います。スタート。ここですね。あれ、今度、ちょっと、川が遠いぞ。あ、ちょっと待って。川遠いぞ、これ。え、ここで釣りできんの？大丈夫かな、これ。とりあえず家を、まず、ポン。3家族分ぐらいかな。で、砂利を、あ、そうだ。大工さん、こっちか。はいよ。で、ちょっと畑をもう、しょっぱながら畑にしてやろうかな。畑を、どうしようかな。畑を、ちょっとよっ、で畑を、ちょっと早送りするか。で、ここをどっちがいいんだろう、かぼちゃ、いや、そうそう、巻もいるんだ、巻きがいるんだ。頑張って。家がないのが7人結構いるな。家を建ててあげないと。やべ、あ、やべ、ここ入れらんねえ。働き手がいないな。どうなんだろう、釣り人が。でもこれさ、トンネル作った方がいいのかな。ここに作れんのかな、そもそも。川ってなると遠いんだよね。職場がない住人がいる。おい、なんか降ったっけ。ああ、農民3人までか。じゃあ、どうしよっかな。ここに建てられるかな。冬の間に食料がなくなるんだもんね。いや、無理だ。まあ、いけるか。ってなると、どこが一番近い？この辺が近い。いや、でも狭えな、ここ。
ここちょっと立地悪いな、これやべえ。だってこんなとこに釣り小屋作っても不便だぞ。どうしよっかな、この辺の岩を壊したりして畑を増やすか。ああ、木がないのか。いやー、こたつワールド3回目ですけども、いけるかな。早く薪を薪を薪を。やっぱ釣りは釣り人いた方がいいのかな。冬の間ないもんね。この辺作るか。食料が残りわずかです。残りわずかです。釣り人を一人だけしてちょっと遠出になるな。でも遠出になるけど仕方ないよな。トンネル、トンネルってあった方がいいのかな。ほう、ちょっと待って、石がなくてむしろ鉄が多いんだ。やべ、鉄が多いのか。あ、石少ねえんだ。トンネル作るの100いるんだよな。石、もうちょっとか。もう一個。OK。お、トンネルができる。で、この辺を伐採して、
道を作る。で、それをそっち？わあ、雪降り始めた。あまり一気にあれだもんな。家増やしてもな。で、釣り人をちょっと3人にして、せっかく砂利道あんのに誰も砂利道を通ろうとしないっていうね。斜めに行ってるし。かぼちゃがの備蓄が1年持つかだよね。冬を越せられるかどうかだよね。食料がわずかです、わずかです。あ、もうなくなった。うっそやん。冬早く終わってくんねえかな。あとどれぐらいなのかわかんねえや。怖え、怖えよ、怖えよ。やっぱ木がなくなってきた。今度伐採するか、この辺を。春になったよ、春になったよ。農民の皆さん、畑をしてください、畑をしてください。あ、まだ春になってない。雪は溶けたけどまだ冬なのか。お、春になった。畑してください、農民の皆さん。農民の皆さん。かぼちゃって結構大変だな。豆の方が早いな。どうしようか、ちょっと資材置き場をもうちょっと増やすか。
で、道をこっちからこうだな。あー、そろそろあれだよな、家作ってやった方がいいよな。でも食料が絶対足らなくなるんだよな。どうしよっかな、畑をちょっと。でも今からもう畑は無理だもんな。何しよっかな。かぼちゃ、あ、春のうちならまだ作ってくれるんだな。収穫してる。なんかこれが本来の形って感じだな。でも釣り大丈夫？釣れてる？これ。これなんかもうほぼ陸だよね、ここ。大丈夫？でかい川だって。こっちだもんな、ここだもんな、こう、あー、こっちか。収穫してる？これまだか。結構時間かかるんだな、かぼちゃ。豆もうない。大工一人減して、そろそろ家建ててもいいかな。収穫始めた。で、もうちょっと畑作ってやりたいよな。似合うかな、これ。この辺も伐採するか。もう収穫してるな。あれか、もう冬になるからか。ああ、冬になるからだな。いや、これ足りねえなー、足りないなー、全然。やべ、持つかなー。食料の備蓄がー残りわずかです。
こが一番子だくさんだな。どうしよっかな。子供がもう生まれた。早いなぁ、ちょっと早いよ、ちょっと。やばいなぁ、食料が。冬になるなぁ、ちょっと早送りしよう。さあ、今回こそはちょっと、あ、もうない、あ、ない、ない、ない、かぼちゃがない、かぼちゃがないよ、かぼちゃがないよ、やばいよ、やばいよ、冬越せるかな、怖いよ、まだ冬じゃないのに、怖いよ、ちょっと畑もうちょっとでかいの作ろうかな。一回ちょっと畑壊すか、これ一回壊して、で畑新たにちょっとでかいの作ろう。でやーっと、あ、ダメか。でこれを豆にして、3人もう1人、こっちもちょっと一旦撤去して、で、違う、オッケー、こんだけでかくすれば備蓄もだいぶ溜まるんじゃないか。お、春になった。持ち越した。さあ頑張ってくれ、農民の皆さん、頑張ってください、頑張って耕してください。これ何なんだろう。やっぱ豆が多い、早いな。でもそろそろ家作ってやらないとな。でもあんまり増やしたくないんだよな。で上がもう30ぐらいいったな。そろそろ世代交代を作ってやらないといけないよね。ああ、嘘やばいって早く収穫して、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 またガシが増える。
早く早く。豆が早いから豆もちょっともうちょっともう一箇所大きいの作った方がいいな。ああびっくりした、失ったかと思った。道具、あそうか、道具作って使ってるから早いのか。やべえなこれ、道具がねえぞ。もう鍛冶屋、おおおおおお、やっぱ豆が早いな。かぼちゃより豆だな。大工さんいなかったっけ。石がないのか。あ、石ねえのか。石ねえのか。あ、石は石、鉄がいっぱいあるんだな、ここは。いや、これ持たねえな、冬越せねえな。豆、ちょっと豆の畑をもう一個作りたいな。が足りないだろうな。道具がないからか知らないけど遅い。はい、ではですね、ちょっと今回は冬真っ只中ではございますが、一旦この辺で終わりたいと思います。やっぱあれだね、畑だね、畑。はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。